カテドラル山は、コレジゲラ山としても知られ、ウルグアイの最も高い標高を持つ山頂がある。標高は513.66メートルある。山は、マルドナド県の北にあるアイグアという町に位置し、グランデ山地と呼ばれる大きな山脈の一部を構成するカラペ山脈の中にある。山の名前は、国の南部に大変共通した山頂の岩の、 ゴツゴツしたもの珍しい形状から由来する。1973年までは、デラスアニマス山、旧称、ミラドールナシオナルがウルグアイで、最も標高の高い山と考えられていた。ところがその年に、軍事地理サービスの科学者グループがカテドラル山を、測量して変更した。カラッペ山脈は、先カンブリア時代に形成され、マルドナド県を、西から東へ横断し、 ロチャ県へ続く。ラバジェ派県とマルドナド県との県境を構成している。カテドラル山、または、コルジレラ山は、ラスカーニャス地域に位置し、マルドナド県の第8四方区と第9警察区にある。カテドラル山付近に、ホセーグナシオ川の水源があり北から南へ流れる。また、コロニラ川の水源もあり、北西に流れ、アイグアへ流れ込む。山は、 主に河口岩と変魔岩とで形成された山脈の区域にある。山頂を示す即地マークカテドラル山の最も高い区域では植物が実質的に存在せず岩の間にチリアングアバと呼ばれる低木の生えるまばらな景観が広がる。高度が400メートル以上になると厳しい環境に強い草で体幹性の植物であるバッカリス、アルチクラタとマルセラが優位を占める。 この地方の気候は温暖湿潤気候、または海洋性気候であり、温和な夏と頻繁に霜が降る冷たさが厳しい冬を伴う。強風がよく発生する。降水量は年を通して均等で、降雪は稀である。ありがとうございます。